皆さん、反抗期経験したことありますか？中学生ぐらいにあるやつですよね。中学校2年生ぐらいじゃないですか、ちょうど。誰しも反抗期あったのではないでしょうか。ということで今回は反抗期選手権。MS くんが名前を付けた選手権なんですけど、うるせえ、黙れ、ほっといてくれよ、クソババア大喜利、やっていきます。MS くん、多分ね、最近ね、ゾーンっていうヒップホップの人が好きで、その人の歌詞をなんかベースにした企画を提案し続けてる。ちょっとハマってる。俺の反抗期エピソード。親に何か忘れたけど、親にムカついて、自分の部屋を本棚で閉鎖させた。閉鎖して開けないようにした。やったことある。ゾンビ襲ってきた。やるね。家出みたいなやつは不毛だなと思ってやんなかったんだよね、なんか家出やった友達のエピソードがよく聞いてたけど、なんでするのかよくわかんなかったんだよね。家出ても結局戻るじゃん、みたいな。負けるからね、結局。敗北するだけ。結局負けが待ってる。家出勝者全く聞かない。家出で勝ったことないよなぁ。ということで、いきます。ワン。50人クラッチに参加しています。優勝。優勝。じじ。クモ、朝学校行きたくないのに行けって言ってたから、朝ごはん食ってる時に食べ終わって残ってて担々麺の汁を、待った。朝ごはんに担々麺を普通は食べません。朝ごはんから担々麺は食べません。だからちょっとおかしなエピソードがなんか挟まれてる、なんか途中に。担々麺を投げつける行為そのものに、なんで朝から担々麺を食ってるんだ？朝から担々麺って食える？ヤフー知恵袋 ID 非公開さん、朝ごはん担々麺食べますか？ベストアンサー、食べません。あれさ、じゃね、ヤフー知恵袋ってなんで終わりなんだな。食べません。それ食べないだろうね。当たり前のように言うけど異常だよ。異常だって絶対。辛いじゃん。まず朝から辛いものってちょっときつくない？食べようって思わなくない？きつくない？朝起きてお母さんに、あんた朝何すんの？担々麺がいい。あ、早くさ食べなさい、もう学校の時間よ。こんな会話する？担々麺を作ってくれんの？その場で。マジ？手作りで作るの？筋肉炒めて、みたいな。レトルト？あ、レトルトの担々麺なんだ。それでもめんどくさいけどね、朝からレトルト。インスタントの担々麺ってこと？なおさら食うか、それ。次。出来の悪い兄と両親の喧嘩が激しく、私自身は自分にヘイトが向かないようおとなしくしているので、ね、特に反抗期らしいものはありませんでした。強いて言えば、財布から2、3万ぐらいずつ抜いて PSP やらゲームを買ったぐらいです。兄も抜いていたよね、私が取ったもん。親の金取ったことある人っている？ある。あ、結構いるのか。タラシャが、反抗期は全く、親から従順すぎて怖いと言われました。反抗する意味って何？お前社会に反抗してんじゃん。お前は社会に反抗してると思うけどね。反抗期じゃん、今。今反抗期やってんじゃないの。次、イニン。ばあちゃんが、山菜や囲碁草取りに行くの好きでよくついて行ったんだけど、反抗期入ってからやることあると意地を張って家で何もしないのについて行かなくなった。山菜取り、平和な反抗期だな。なぜかついて行きたくなくなった時期があった。山菜って天ぷらにしたらうまくない？あの辺の。それこそ新潟とかの山菜って美味しいよね。山形、新潟あたりって天ぷら美味しいよね。小米とか、うどとか、すごい美味しいよね。4月とかに取れるんだよな。つくしとかも。美味しいよな。野菜の天ぷら、何がいいの？何がいいってどういうこと？エビが好き！あー、デブ。カロリーだけしか見てないだろ、もうお前ほとんど。油は飲み物。893。小さい頃、かまってほしくて、親の靴を隠して回った。なんかちょっと悲しいなぁ。オーブンの中隠した時はさすがに本気で怒られた。臭かった。かまってほしかったんだろう。なんかちょっとかわいそうだな。兄弟いるの？893って。あ、兄弟いるんだ。だったらかまってほしいってなるよな。7人兄弟？え？ワンマザー？あ、ワンマザーすごいね。ワンマザーで7はすごいね。ワンファーザーかどうかは別になんかそこまでだけど、ワンファーザーはどうにもなるけど、ワンマザーですごいね。大木戸。親と口論になり殴り合いになったので、家出して祖父と祖母の家に転がり込んだ。3ヶ月ぐらい避難したら親が折れて謝ってくれた。あ、やっぱここぐらいまでしなきゃダメなんだ、家出って言ったら。3ヶ月ぐらい行かなきゃ勝てないんだ。家出で勝つのってこのパターンしかないんだ。なんかこう、他のパトロンがいないと、やっぱ厳しいんだな。ちょっと想像できなかったね、このパターンは。逃亡先の確保がしっかり必要な気がする。ちゃんと親権者やそれに類する人の逃亡先の確保が先んじてないとやっぱ無理なんだな。次、カイキング。中学生の時、本当に全てのやる気がなくなり、5教科15点ずつ取ってた。小学生の時は塾に通ってしっかり勉強したのに急にやる気をなくした。あの時勉強したらここには来てなかったの。つまり勉強しなくて本当に良かったの。卵が先か鶏が先かってような気もするけど。 MS、 とにかく家族と顔合わせたくなくて、飯とか深夜に食べたり部屋にこもったりしてた。それ今もじゃねえ。それ今もじゃねえか。それ別にその反抗期だからこそじゃなくないか。終わってないのか。ビビッと。
小学校6年生の時に母親にずっとクソババアとか言って怒って反抗してた。それを言ってたら中にクソ切れられて家の外に出されて普通にギャン泣きしてた。当時は父が怖すぎて怯えてたからマジで怖かった。俺クソババアは言ったことないな。うちの実家なんか妙に言葉遣いがなんか良かったんでね、ババアとかクソとかクソって言葉が発せられたことないかも。いやなんかあとこれ言うとびっくりする、父親と母親のおならとかの音を聞いたことがない。あのそのせいで俺さ、トイレするときすげえ嫌なんだよね。音姫みたいなのの似たようなやつを家なのに聞こえないようにするみたいな、聞いたことないんだよ。なんかだからブリブリブリって音出すのがなんか良くないみたいな感じになってるからめちゃくちゃ困る。いやでも息苦しくない、別にそれが普通だったから別になんかなんともって感じする。別になんかめっちゃ金持ちとかそういうわけでもないんだけど妙だった。あでも一人暮らし出して壊れたね。ファケボ、夏休みの宿題やらずに連日遊びに行ってたら毎日切れられた。無視して遊びに行ったらある日本棚の漫画がなくなった。泣きながらゴミ箱を探した。戻ってこなかった漫画を親の財布から金を抜いて中古で買い直した。それは反抗だわ、だいぶ反抗してる。そこまでくじけないのかなりガッツある。盗んでいない、返してもらっただけだ。ガッツあるな。ナス、引きこもり初期はまともに会話できなかったから手紙で親と会話してた。気休めの人たちもならなかったら会話するってこと自体は大切だ。ナッシュのエピソードすごいね。親と手紙で会話か、初めて出てきたね。何かくの今日のご飯ここ置いといてみたいな。いやどれほど苦しいかとか、あーやみついみたいな感じだ。それ俺もやってた。あそうなんだ、結構ポピュラーな行為なんだ。だから感情表現するのがうまいのか。なるほどな。ゲジ、チャリを揚げ飯にするのが流行ったんだけど、それを毎朝元に戻してダサいよやめなさいと毎朝言ってきた。それやりとりを半年間やり続けた。流行ったね時期。ケツ揚げって知ってます？ママチャリの後ろの部分を揚げるやつ。あーアリエヌ君知ってる？地方要素かも。 あれ二人乗りやりやすくなるからケツ揚げは有用性あるかも。二人乗りやっちゃダメだよ。ごめん、二人乗りなんか違法なんだよね。やっちゃダメだけど。アリエヌ、反抗期時代に両親とも出張続きで反抗する相手がいなかった。家に帰らないことが増えたぐらい。一人でやってたんだな、いろいろ。ゴッドコータン、4、5歳の時に親とおもちゃ行った時に買ってほしいレゴは高いという理由で買ってくれなかったので床に座り込んだのを覚えてる。基本的にやりたいって言ったことでやらせてくれる家庭だったから第二反抗期はなかった。むしろベタベタに甘えてたし、ママと一緒に寝てたし、手もつないでた。なんかコータンらしい感じのエピソード、解釈一致ですね完全に。次、リケモン、反抗期はなかったです。小学校のところ父親に反抗したらぶん殴られた記憶があるので、それで反抗期は消えたんだと思います。反抗する気がなくなったってことか。父親をなんか超えるというか、心の中とかで父親を超えたなと思ったらなんかちょっと変わる気がする、何かが変わる気がする。俺すごい印象的なのが、すごく父親が老けておじいちゃんのように見える時があって、その時に超えたというか、なんか絶対的に上の存在じゃないんだみたいな。それの前に父親いなくなった。あごめん、ほらの話はやめとこう。いやパンチライン聞きすぎや。次、このさん、山形もそうだし家庭もそうだったけど、とにかく何もかもが国立至上主義で、非常に国公立志望されてて絶対私立志望反対されると思ったから、ずっと山形大学受けるよって言って、法制に決まった瞬間法制に決まったよって伝えた。ああ俺と全く同じことしてる。俺はちなみにあの佐賀大受けるって言った。国立の前期で受かる気ない試験の受け方して、後期であ佐賀大受ける佐賀大受けるって言って、願書出してないよって言って、願書出し期限終わった後に言った。俺も同じようなことして法制行ったわ。ちょうどその辺の多分マーチぐらいのラインが私立か国立か悩むぐらいのラインだから、多分地方国公立とマーチが大体一緒ぐらいって感じする。たわけ、あの第二次家族解散会議2日後に開かれた第三次家族解散会議、何なんか第一次大戦のなんか終了のなウィーン会議みたいな感じ。なんか小二の自分が地についていくか母についていくかと聞かれ、しかし俺はじいちゃん家に行くって答えたのが最初で最後の反抗期だった。英断でした。すごいね、いろいろあったんだな。トングリー、母ちゃんが旅行に行くために必死に貯めた500円玉貯金を盗み、遊戯王カードに全部使った。そのことがバレて怒られ、癇癪を起こして泣きながらリモコンを投げたら壁にめり込んで大穴が開いた。お前が全部悪いじゃん、お前が悪いじゃん、全てお前が悪いじゃん。ラーメン、夜中に疲れて帰っていたお父さんにハンドガンをぶっ放したら PC 没収された。まあそりゃそうだろうな、まあその程度で済んでよかったね。悪いなそれは。クモ、親父と殴り合いの喧嘩をし壁に投げ飛ばされて、クモが投げ飛ばされる？クモが投げ飛ばされるってどんな父親？ 100kg 投げ飛ばせるってことハンマー裕次郎じゃん。え？どんな形してんの？めっちゃ強いよ。アニメキャラじゃん。で、クモのエピソード毎回ツッコミどころが違うんだけど。ドルボス、親と勉強とゲームの両立うんたらみたいなことで喧嘩し、その後壁を破壊、その写真 DM に送った。反抗期の壁破壊はあるあるだよね。あーこれは物使わないと破壊されなくないか。これは椅子ですね。椅子と見ました。だいぶだね。これ中のモルタルみたいなのも見えてる。何で壊したか覚えてない。
のじゃじゃ。学校を辞めた、段ボールを片付けなくて家でした、すぐ帰った、アルバイトの求人よく、ここどう、この時間なら起きれるだろうし働けるかないと持ってくるから無理と言って部屋に戻る一昨日、現在反抗中です。反抗作戦実施中。ヒップホップだよな。次、チューパー。中学の頃、母にどんなこと付き合ってるの、彼女見せてとか、彼女のハメ外しすぎてダメだよと言われ、うるせえと言い返したい人生だった。は、何、彼女いた自慢、中学校の頃、うざ、なんだこいつ、なんかきしょいことやり始めた。次、ディープン。父親が怖かったので、小さい頃は父親に反抗する勇気が出なかった。ようやく勇気がついた頃、両親が離婚してしまい、父親とは気まずくなってしまった。反抗する機会を失った。何、なんか、いや、でも悲壮感漂うから、かなり悲壮感漂うな、これ。デポンがっていうのが、なんかまたちょっとこう、あ、なんか、なんというか、ワンに行こうか、次。なんか可愛いエピソードくれ。ワンは一回50人クラフトに入るのがバレ、パソコンを取り上げられた。その時、田辺沢 VC のマイクミュートをし忘れ、大泣きと大怒鳴りが入ったはず。その後、DD から、次から録音するよって言われた。あれ、マジでやばかった。よかったね、優しいお兄さんばっかりで。終わったね。苦肉。親にはあまり大きい反抗はなかったが、高校の頃嫌な教師の授業をサボりたくて、トイレの個室に立てこもってサボった。その後、教師にサボったのがバレて、トイレの外で待ち伏せされ、引くに引けなくなり、4時間クンサの動画を見ながらこもった。すげえな。俺の動画そういう感じに使われたのか。暇人。中2の頃、連日 PC ゲームを夜中2時までやってたら注意されて喧嘩した。まあ、それこんな感じで実況撮ってるからだろう。はい、あの動画流して。はい、どうも、はじめまして。暇人と言います。これからね、動画投稿を、まあ、やっていこうと思います。この頃だよな、多分。だけど、1ヶ月 PC 禁止令出された瞬間、泣きながら母親に謝って反抗期は終わった。魔人くんの親御さんって、多分優しいよね。兄弟いるんだっけ？弟がいるんだっけ？真ん中、なんか優しいよね、めちゃくちゃ。なんか、大学もなんか辞めてもいいよぐらいの感じでしょ。なんか、すげえ優しいんだな。麦、話すのが面倒くさくなった時に、ふりしてたらそういう施設に連れてかれそうになりました。あー、これはフィーヨンですね。はい、ということで、ヘルスカ反抗期ってあった？ヘルスカ、反抗期って英語圏でなんかそういう言葉のものってあるのか。反抗期ってヘルスカ知ってる？ティーン特有の現象で、リベリアスピリオドっていうらしい。ギャングエイジとかも言うよね、確か。ギャングエイジって10歳ぐらいだっけ。リベリアスピリオド、ティーンアングス。ヘルスカのティーンアングスとは何？めっちゃ聞きたいんだけど。ちょっと興味あるくない？ヘルスカのティーンアングスちょっと教えてよ。教えたくない。いやいいじゃないか、ヘルスカ俺たちの中だろ。みんなには内緒にしとくから。何したのヘルスカ。ノー。あ、じゃあヘルスカ、一般的なフィンランドの反抗の仕方は、日本だと家出する、家を出てくっていうのがある。一般的な、ヘルスカやったことじゃなくてもいい。あと壁に穴開けるっていうのがよくある。日本だと、日本の家って壁もろいだろ。多分フィンランドの家のね、壁に穴開けるの多分無理なんだろうね。多分フィンランドのあの雪国の壁に穴開けるの多分不可能だから。フィンランドだとどういう反抗期があるの？俺アメリカの反抗期っていうか、なんかひどいいたずら、なんかトイレットペーパーな家に投げるっていうの俺知ってる。トイレットペーパーを紙でこうぐるぐるぐるって巻ける状態にして投げると、家がトイレットペーパーで覆われんのよ。くっそうざいよ、多分めちゃくちゃうざい。なんかアメリカのあれで見た。親に話すのが面倒になるぐらいかな。悪い子は飲酒。あー、飲酒なんだ。飲酒はもうちょっと遅いよね、多分日本だと。フィンランドはそんな感じなんだ。ってことで、ジジイ。